皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、ブラックライブスマター BLM に中国のお金というお話でございます。よろしくお願いいたします。アメリカのシンクタンクの研究員の方がですね、えー、ブラックライブスマターに中国のお金が流れてるんじゃないかというような、あまあコラムといいますか、記事を出しました。 でこれをですね、まあ、私がこの YouTube を始めて、えーまあ、最初バラエティーでやって、まあ、失敗してで、その後、国際ニュースとか国際政治の安全保障に関するものですね、中心に今お届けしているんですけれども、いろいろなニュースソースというのをですね、えーまあ、お気に入りに入れてこう、貯めていっているような状況で、そのうちの一つに、世界日報という新聞があります。 大元は韓国系の出、えー、なんですけれども、まあ、ゴリゴリの保守系の新聞ですね、はい。こちらの方に、黒人の命は大切、BLM 運動に中国マネーという記事があございました。でこの、えー、アメリカの研究員の方のお報告、記事を元にまに、あ、出されているニュースなんですけれども、おこのブラックライムズマターのです、ね、発起人の一人であります、えー、アリシア・ガーザさんという方がですね、 ブラックフューチャーズラボというですね、えーまあ、ブラックライブスマターの活動とか考え方を広めるような、そういう団体を創設して持ってるんですけれども、えー、こちらのですね、ホームページの寄付金を募るページに、えー、ブラックフューチャーズラボはあ、チャイニーズプログレッシブアソシエーション、えー、直訳すると中国進歩協会というような、 言い方になると思いますが、あの、おまあ、資金援助を受けたプロジェクトですというようなあ記載があったということでございます。で、それが、まあ、こちらになりますね。はい。ブラックフューチャーズラボのホームページになります。はい。で、確かに、えー、書いてあります。はい。チャイニーズ・プログレッシブ・アソシエーション、CPA ですね。以下ちょっと CPA という呼び方をさせていただきたいというふうに思います。で、 なぜか、これにニューヨークタイムズが猛反論いたしまして、CPA っていうのはですね、サンフランシスコがまあ本部みたいな形で、ボストンとかニューヨークとかにもあるんですけれども、ただですね、複数の人で発起されておりまして、ボストンとかニューヨーク、一応支部みたいな形なんですけども、各々活動しているような状況であります。で、このボストンの方が、えー、去年かな 70, 70周年記念なんで、中国の建国70周年、去年だと思いますけれども、に、えー、大使館ですね、の方と共同で、えー、その大使館の前にですね、中国国旗を掲揚するというイベントをやりました。なので、ボストンは、あもう間違いなくつながっているということなんですが、 サンフランシスコは別だから、中国の政府とはつながっていませんという記事をニューヨークタイムが、まあ、わざわざ出したわけですね。はい。で、なので、その、ブラックフューチャーズラボが CPA の支援を受けているからと言って中国とつながっているわけではないという記事だったんですけれども、まあ、果たして本当にそうなのかということで、まあ、ちょっと調べてみたわけでございます。 ただ、この CPA というのはですね、えー、日本のニュースとか、そういう記事、インターネット上でも出てこないですね。はい。えー、ちょっと苦労したんですけれども、あちょっとお届けしたいと思います。はい。で、この CPA を複数の人があ発起をした、あと申し上げましたけれども、その中の人にですね、パムタウリーという方がいらっしゃいます。この方になりますね。はい。で、 この方、ゴリゴリの、お共産主義者でございます。まあ、社会主義なんですね。中国的に言うと社会主義者になるし。まあ、厳密に社会主義とち共産主義ってちょっと違うと思うんですけれども、おまあ、ここでちょっと細かいことは、ひとまず横に置いてできましょう。で、この方が CPA を立ち上げる前に所属していた、関わっていた団体という団、団体があります。それが、アイウォーケン。 という団体になります。ロゴはこちらになりますね。i w o k e ンという団体になりますけれども、この団体1969年から1978年まで実際にあった団体でございます。で、えー、この団体が、ーなぜ i w o k e ンという名前になったかと言いますと、ギワケンというですね、中国に実際にあった秘密結社ですね。 え、この秘密結社の、まあ、考え方に共鳴をして、相王権という名前にしました。じゃあ、疑話権というのは何なのかと言いますと、皆さん、え、社会の授業で習ったことあると思います。義和団事件という事件が中国でありました。で、その義和団事件の義和団の前身になる組織が義和権という組織でございます。秘密結社ですね。はい。で、え、まあ、その当時のまあ白人に、 おけるですね、そういう、まあえー、弾圧であったりとか侵略であったりとかというように反対をして、えー、活動していた団体なんですけれども、実は真の政府もですね、えー、この岐和権の活動には手を焼いておりまして、最初弾圧をするんですけれども、弾圧しきれないということで逆に、えー、政府の農村組織の一部として組み込むんですね。その組み込んだ時に岐和権から岐和団というふうに名前を変えたと。 いうことで、その疑話団の方が有名になって疑話団事件という日本でもそういう事件の名前で呼ばれるということでございます。はい。この疑話圏の活動考え方に共鳴を受けて、アイウォーケンという名前にしたと。で、このアイウォーケンが何を目指したかというと、社会主義の設立ですね。社会主義を標榜している。アメリカを革命しようとしていた団体でございます。 で、12カ条の、まあ目、目標みたいなものを掲げているんですけれども、その中でですね、えー、まあ、過激な目標がいくつかあります、えー。例えばですね、政治犯の全員の解放であったりとか、警察とか学校とかをコミュニティの管理下に置く。コミュニティというのは、えー、中国人のコミュニティですよね。の管理下で、警察もですよ。警察とかももう管理下に置くと。 お、いうことを言っております。あと、国境の廃止ですね。えー、国境と、アメリカの国境というのはそもそも違法で,で作られたものなので、これを一回、この国境というのを厳密化をなくして、移民をどんどん入れろということを言っております。そして、極めつけが、アメリカ軍の解体でございます。はい、えー、アメリカ軍があるから、争いが起きるんだという、えー、過激な左翼主義者にありがちな、あれですけれども、 お考え方です。アメリカ軍の解体を望んでいるというようなことが挙げられている、まあ、極左団体ですね。はい。えー、ここで活動をしていた人たちというのが、その後いろいろな団体を立ち上げているんですけれども、で、おそらくそういう団体と日本の団体が関わってたり、まあ、いろいろすると思うんですね。まあ、それはちょっと置いときましょうか。で、えー、その中の一人が、パウタムリーさんという方でございまして、えー、この方が、えー、1972年かな。 にえー、ままたた他ののの複数の人ととと一緒になっって作ったのが CPA いいうことでございますちなみに、この IO 圏の中には、えー、元中国のですね、近衛兵だったかな近衛隊だったかなあの文化大革命で、えー、中国の一般市民をお、まあ、大量に、えーまあ、虐殺というかですね、そう抑圧した団体の旧う、そういう団体にいた人たちも参加しているような団体なので、このパウタムリーさんという方があ中国の 中国共産党の誰かしらかと,とつながりがあるというのは、これも100%確実にあります。はい。で、このパウダムリーさんが作ったのが、まあ、CPA ということで、複数の人で作っているので、他の人たちがボストンとかニューヨークとかを作って、で、個別の活動をしていると。CPA そのものはですね、えー、まあ、ホームページ出しましょうか。こちらになるんですけれども、 ひとまずですね、中国の移民労働者の人の地位の改善ですね、生活の向上とか地位の改善っていうのを歌っている団体でございますが、一個ですね、重要なことを歌ってまして、それが組織化です。はい、えー、中国移民の人の組織化、あと社会主義とかこの今の制度、資本主義社会の制度に不満を持っている人たちの組織化、 というのを標榜してます。はい。これを、まあ、あの、非常に強く歌っているんですね。で、えー、共産党から見たら、もうおあつらい向きの団体になるわけですね。はい。えー、だから、そのボストンと、支部とその旗を上げるようなことにも共産をしてやっていたりとか、あするわけでございまして。で、えー、現在、まあ、この世界日報の記事では、だから、まあ、 え現在、実際にその中国共産党からお金が流れているかどうかというのはまあ不明ではあるけれどもというような誠実なまあ記事にはなってはいるんですけれども、いるんですけれどもですね、例えばですね、日本で最近、最近の今も問題になってますけれども、IR に関しまして、カジノですねに関してですね、500.com という中国の会社があ日本人と共謀して、 まあ、日本の政治家に、ええー、近づきましたと。で、賄賂を渡しましたという事件があります。で、あれもですね、結局のところ、500.com という会社が、まあ、私の他の動画でも取り上げてますけれども、もともと、えっ、ー、と、サッカーのオンラインくじをやってた会社です。中国というのは、ギャンブル基本的には禁止なんですよ。島になると OK。マカオとか香港とかですね、島になると OK だけど、中国本土は厳密に禁止です。ただ、サッカーのオンラインくじだけは OK だったんですけれども、 無許可でやるような違法業者がいっぱい出てきてしまうので、共産党が一回これを叩くんですね。で、世論とかもそのメディアが叩きまくるので、この500ドットコムとかさ、売り上げがバンバン下がっていって、最終的に撤退して売上ゼロまでいくんですよ。で、ゼロまで行った価値のない会社に資本を投入して買い取った、事実上買い取ったような形なんですけども、資本投入した会社があります。それが思考集団という会社で、この思考集団という会社は、 聖火大学が所有する国有企業です。で、聖火大学っていうのは、習近平さんの出身校であります。で、ちなみに、習近平さんの習近平派のナンバー2と言われる大木山という人がいますけれども、えー、腐敗運動を人頭指揮を取ってやった人ですね。大木山という方。で、この大木山さん、 が関わってます。聖火大学が運営する、経済経営学院という、まあ,あ、エコノミックスクールがあるんですね。そこの名誉委員ですね。顧問委員会の名誉委員が大木山です。なので、ゴリゴリの習近平派閥が管理している聖火大学の所有している思考集団というこの、ちなみにこの思考集団というのはクラウドコンピューティング関係の会社なので、 えー、全く関係ないとは言えませんけれども、ただサッカーくじとは全く関係ないですよね。はい。えー、で、その会社が、500.com というその会社が日本人を一回顧問として雇い入れて、で、その人顧問がなくなって関係が切れてから再接触をして、えー、賄賂を日本の政治家に渡したと。一見複雑そうに見えるんですけれども、ただ中国共産党という政治組織から、 日本の政治家へ一直線に線が引かれているということは間違いないわけですよね。はい。なんでこういう形でですね、何かしらのその企業とか団体を通じて、えー、結局のところお金がこの CPA に流れているんだろうなということは、これは想像がついてしまうわけです。はい。もちろん、えー、証拠が上がっていないので、推定無罪にはなるんですけども、ただ安全保障という考え方で、 えー、行った時に、推定無罪では対策ができませんので、えー、疑いに対して対策をしなければいけないですね、安全保障というのは。はい、でないとですね、えー、非常に危ない事態が起こりかねないということで、もう一つ、これ、最後になりますけれども、ニュースでございます、えー。これですね、アメリカの関税国境警備局のホームページでございます。 実際その公式のホームページで発表されております。中国のですね、何、えと、ー、いうか密輸団体というか、密輸会社みたいなところから、アサルトライフルが持ち込まれていて、これを水際で阻止して押収しましたというニュースでございます。はい。えー、ネットの方では日本でも記事になっておりますけれども、大手メディアは取り上げていないんじゃないかなというふうに思います。もしこれが出回っていて、 えー、暴動を起こすようなあ人たちの手に渡ったら大変なことになるわけですね。はい。えー、これ、まあ、水際で捕まったからあ、いいようなものなんですけれども、えー、ブラックライブズマターに共鳴している人、芸能人とかでもいっぱいいますけれども、その一般の人たちっていうのは、えー、このブラックライブズマターの大元の団体が、えー、共産主義を標榜しているってことをそもそも知らないみたいですね。はい。えー、知らなくて、その、 人種差別というものに反対するという純粋な気持ちで参加している人が多いと。でそういう人たちのまあ勢力を借りて隠れみのにして、えー、過激な共産主義者や社会主義者たちが動いていて。でその中の一つ、資金援助という形で CPA という中国の中、まあ、移民中国人の団体が動いていて。でそこに中国のお金が渡っている公算があるぞと。 ということで、えー、ございます。はい。えー、まあ、アメリカでこういうことが起こって、お金の流れがあるということはですね、まあ、絶対日本でもあります。100%日本でもあります。で、それが、韓国系の団体を経由したりとか、いろいろな北朝鮮系の団体を経由したりとか、いろんな経由をして、でも結局のところは、えー、政策、実際の、 影響を及ぼせる権限を持った人たちに一直線につながっているということだと思います。本当に早くですね法整備をして、ですねスパイ活動に関しては、公安の外事化というところが対策をしておりますけれども、かなり制約がある中での活動になっていると思いますので、もう少しですねバックアップするような本当法体験にしていかないとまずいんだろうなというふうに思います。はい、本日はですね BLM、ブラック・ライムズ・マターですね、BLM の活動に中国のお金かということでお届けさせていただきましたありがとうございました。